はい、どうもこんにちは、あさまるです。今日はですね、親に彼氏の話をした時の話をしたいと思います。もう私たちは旅行先で出会って、で、母と2人で旅行に行ってたので、母は彼のことを、知ってたんですね。はい、一緒に写真とかも撮ったし、3人で。なんで覚えてたんですけど、私たちが付き合って、多分帰国してから何日、1週間ぐらいで付き合おうっていう話になったんですね。で、話になって、で、そのもう2、3日後ぐらいに私は親に言ったんですね。トルコ人の彼氏ができて、彼は結婚したいと思ってくれてて、私もそうしたいと思ってるっていう話をしたんです。皆さんだったらどうですか？どうですか？というか、多分お子さんいらっしゃる方とかも見てくださってると思うんですけど、娘が旅行先で知り合った男性と恋に落ちて、そのまま結婚しようと思ってるっていう話を聞いたら、皆さんはどういう反応をされますか？ はい。で、うちの両親は、母の方は一緒に旅行に行ってて、彼を見たことあったし、少し話してたので、なんかすごい笑ってたんですよね。本当にそうなったんだ、みたいな感じで笑ってた。で、父に関しては、いや、みたいな。お前は騙されてるんじゃないのか、みたいな反応だったんですね。で、付き合って本当すぐ親に伝えたんで、その時は私もまだ少し恐れがあったんですね。その彼を100%信じきれてないっていう、表面上では信じてるけど、でも信じきれてない部分もあったんですね。で、その時は父親に、いや、なんか絶対反対っていう感じではないけど、いや、みたいな感じで、賛成はしてもらえなかったんですよね。で、それを受けて、私は、自分の芯は決まってたから、別に親にどうこう言われようと、あなたは反対なんですねっていう感じではいたんですけど、でもやっぱり反対されるのは、いい気持ちはしなくて、で、かつ私の父がパスポートを見せろみたいな感じで言ってきたんですね。 で、その時にパスポートを見せてほしいって親が言ってきた事実があって、それに対して、私は彼を疑ってるっていう風に捉えたんですね。だから、そのパスポートを見るだけで彼の人柄がわかるのかみたいな感じで、ちょっとバチバチみたいになったんですよ。そんなんで人柄わかるの？みたいな。で、国際結婚をするんだったら、デメリットとメリットをよく考えなさいって言われて。で、結婚にデメリットとメリットとか考えるの？みたいな。お母さんと結婚するときにメリットとデメリットをあなたは考えたんですか？みたいな。結構バチバチバチってなったんですよ。でもそれって多分私が恐れてたから、その恐れが現象化して、それが父親として、現れたんだなって今は思います。だから止めに入るというか、引き止めるような現象が起きて、私を試してきた。伝わりますかね？ 恐れがあったから、そういうパスポートを見せろって言われた時も、父親は彼を疑ってるんだっていうふうに捉えたんだなって今だと思うし、で、そっからちょっとパチってなって、もう必要以上に連絡しないでみたいな感じで言ったんですよ。
ひどい娘ですね。はい。で、まあ、そこからしばらく日数が経って、で、前も話した通り、まあ、自分の中には恐れがあるっていうのに、自分の中の恐れにちゃんと向き合って、でそこをクリアにしたんですね。全部クリアにして、もう彼に対して疑念がない状態になってから、もう一回親に話したんですよ。私はこういうふうに思ってて、こうしようと思うっていう話をしたらですね、もうほんとすんなり分かったと。なんでしょう、もうあなたが幸せ、それで幸せだったらいいみたいな感じで言ってもらえたんですね。だからそのやっぱり目の前の現象って自分が作ってるなって思ってこれ多分伝わらないかもしれないんですけど、何か引き止める事象が出てきた時は自分の心が投影されてるなって思うんですよね。でもその2回目話した時はもう私の心に恐れがなかったから、それも現れてこなかったみたいな伝わるかなまあそんなこんなで、両親には認めてもらうというか、そうかっていうことで言っていただけたので、トルコに向けてですね、着々と準備を進めたいと思います。はい。まあ、もし反対されたとしても別に私は反対をするんですね、あなたは反対をするんですねっていうことで、別に結婚もやめるとかいう選択肢はなかったけど、でもやっぱり家族には祝福してほしいし、やっぱりね、親のことも大切に思ってる、すごい感謝もしてるし、ここまで育ててくれて、で、恩返しとかもしたいと思ってはいるので、まあ無事に認めてもらえてよかったですということで、はい、恐れは現象化するっていうことでの話でした。今日はちょっとボロボロですね。はい、ありがとうございました。